メトロドノスティアルデアは、スペインバスク自治州、ギプスコア県、3、セバスティアント市圏で運行されている、ラピッドトランジットである。期間は1000ミリメートル。基本的には、ギプスコア県内にあるが、東端は、フランスとの国境を越えて、アンダイへまで通じている。バスク自治州政府が所有する、公営鉄道会社のバスク鉄道によって、 運行されており、バスク鉄道のエウスカルトレンビデサレアの一部に組み込まれている。沿線はギプスコア圏の65%の人口を持ち、ラピット、トランジットとして運行されている。同じくバスク鉄道によって運行されるエウスコトレントレナ、フランス国鉄と接続している。1912年12月5日、ドノスティア・サンセバスティアンとイルンを結ぶ地域鉄道として、 現在のメトロの路線が開業した。その後この路線はスペイン狂気鉄道に所有されたが、1970年代にバスク自治州の他の狂気路線が州政府の所有となったのと、同時期にこの路線も州政府所有となり、バスク鉄道が運行するエウスコトレントレナ、通勤鉄道ネットワークの一部に変更された。サンセバスティアント試験とアンダイエで運行されている。 近く間が多いため、トポセンという通称で知られた。1995年に、ビルバオで、メトロビルバオが開業したのと、ほぼ同時期に、将来的に、エウスコトレントレナの一部から独立した名称となる、ことが発表され、またその運行頻度が改善されて、大量旅客輸送を実現し、メトロビルバオに続いて、バスク自治州で2番目のラピット、トランジットとなった。 2005年3月10日には 3.3km の区間が伏線となり、そのうち 1.8km はトンネルで建設されて、地下駅のルガリッツ駅が新設された。また、ドノスティアサンセイバスティアン市内に7駅を新設することが計画された。2012年10月には塗装が変更され、エウスコトレントレナからメトロドノスティアルデアに改称された。名称は、 ドノスティア・サンセバスティアンが中心となる、コマルカのドノスティア・ルデアに由来する。ロイオラ駅とエレーラ駅の間がトンネルとなり、地下駅のインチャウロンド駅が新設されて、エレーラ駅が地下化された。解消こそしたものの、運営は依然として、バスク鉄道である。1985年以降は、UT-200 が車両に使用されていたが、2011年以降には、 神経式の UT-900 に置き換えられている。現在のメトロドノスティアルデアワエル -1 と呼ばれる一路線が運行されており、西からラサルテオリア、ドノスティアサンセバスティアン、パサヤ、イルン、アンダイエを結んでいる。ドノスティアサンセバスティアン市街地にあるアマラ駅はエウスコトレントレナの終着駅。 メドロドノスティアルデアの中間駅であり、東端式ホームのため進行方向が反転する。イルン・フィコバ駅とアンダイエ駅の間では、スペイン・フランス国境を越え、フランス領内を約700メートル走って、アンダイエ駅に到着する。ドノスティア・サンセバスティアン市内を中心とした7駅の新設とサンセバスティアン空港などに達する、さらなる路線網の拡大が計画されている。 ルガリッツ駅とアノエタ駅の間には4駅が新設される予定であり、その際は、東端式ホームのアマラ駅は使用されなくなる予定である。2012年時点では、最も乗降客数の多いルガリッツ駅とエレーラ駅の間は7.5分間隔、その他の区間は20分間隔で運行されている。メトロドノスティアルデアの路線図メトロドノスティアルデアは、バスク自治州内に本社を置く。 カフ車製の UT-900 を使用しており、2011年以後に UT-200 から置き換えられた。いずれも動力分散方式の車両である。白色を基本に黒色や青色や大々色の円がドアに描かれたエウスコとレントレナ仕様の塗装がなされる。2002年以前に使用されていた青色と白色の塗装の車両も残っている。ありがとうございます。